バスブレ使ってるやつ、大体性格悪い。龍です。さあ、本日なんですが、バスターブレイダーデッキこの間やったのを、皆さん動画見ていただけましたか？青眼、もう対青眼だけをね、メタルというね、もう DNA を抜くっていうような暴挙に出た、まあ、バスターブレイダーデッキやったんですけども、リクエストで、今の環境で真面目にバスブレ組んだらどういうデッキになりますかって言われたんですよ。なので、真面目にバスブレ組んできました、一応。この間、あまりにもふざけすぎて、だから DNA 抜くっていう暴挙に出たんですけども、まあ、今回は DNA ちゃんと入れてね、バスターブレイダーを使いながら、一応、青眼以外にも、まあ、ある程度勝率が出るように、組んできましたと。で、ギミックはあるんですけども、バスターブレイダーって基本的に3枚コンボなんですよ。3枚コンボ。バスターブレイダーがいる、で、まあ、融合がある、で、DNA があるっていう。まあ、これ DNA はね、本当は OCG だとバスタードラゴンっていうね、なんか DNA 内蔵ドラゴンみたいなやつがいて、まあ、そいつがいたら強いんですけども、まあ、リンクスだと DNA 改造手術しかないから、これとこれとこれを集めるお仕事なんですよ。結構大変なんですよね。だから、しかもコンボパーツが、魔法、モンスタートラップっていうのバラバラなんで、バランスとかじゃないとちょっと聞きにくくて、で、今回はディスティニードローにしました。で、ディスティニードローの音も、バーニーだからベルさん、バカベルさん、これをガン詰めしまして、ディスティニードローを使って、まあ、コンボパーツ、この3枚のコンボパーツを、まあ、足りないやつを集めてくるというデッキにしました。で、もちろんね、流破壊の剣士は、ガン詰めするのと、まあ、あとはね、たまにね、ランク8とか出すこともあるかなと思って、この辺とか入れてますけど、これあんまり出さないですね。出したことあんまないから。まあ、基本的にはこれで戦っていくっていうデッキになってます。で、一番辛いのなんですか、皆さん。バスターブレイダーにとって、そうなんですよ。トラップカードです。インガ切断とか、サンダーブレイクとか、ああいうトラップカード、汎用トラップカード、すべて弱いので、この人はね。なので、清掃。これはね、あった方が、てか、ないと勝てなくて、まあ、本当は3積みしたいんだが、これ3積みとかすると今度コンボパーツが集めにくくなっちゃうからっていうことで、一応2枚にしてますけど、本当は3積みとかしたい。って感じ。バランス難しいんですけどね。はい。まあ、だからこういう感じとかでもいいかもしれないけど、まあ、ちょっと防御薄くなるけどね。まあ、ディスティンドローができればまあ、なんでもいいんだけど。はい。ということで、まあ、基本的にはまあ、こいつを、これをしていくだけなんで。そんなに難しいことはないです。早速ね、真面目に今日はバスブレやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。結局ね、これね、3枚コンボが辛いね。やっぱり。なんか、昔、ほんと、バスターブレイダーで、デュエルキング余裕で慣れてたんですよ。昔は。バランスバスブレとか、デスティニードロー型バスブレとか、いろいろあったんですけども、今ね、やっぱりね、これ3枚コンボ集めてる間に殺されるね。あと、ディスティニードローケアも簡単だしね。言うて。みんなのプレイングのレベルも上がってきてるっていうのもあって、ちょっと辛いかなとは思うな。これ融合かなんか引いてくれるとありがたい。まあ融合引いたか。融合引いたらサンダードラゴンは、コズミックサイクロンとか入ってないと思うんで、多分、レビオニアさえ気をつければ多分いけると思いますね。光と闇が、墓地に揃った段階で、融合してあげれば、もう多分レビオニア出てきてもあれドラゴン族なんで、効果発動できないんで、セット、一応こうかな。まあ、ないと思うけど、多分、コズミックサイクル多分ないと思うけど、まあ、ちょっと一応、念のためね、まあ、清掃使うことは多分ほとんどないから。で、雷電竜いいでしょ。雷電竜はいいです。で、今、闇属性が2枚墓地に落ちているといったところ。で、多分、なんか効果を発動しないと、多分、援軍かなんか使うと一番やばいか。援軍かのレビオニアが一番解凍か。まあ、それは全然いい。で、孤高の獣効果も全然いい。全もう満タイ。もう満タイ。はい、ノープロブレム。オッケー。で、雷獣と雷豪を、雷豪じゃねえや。雷電と、雷獣を除外して、いつものパターンですかね。はい。で、雷獣除外されて、雷電除外されて、効果発動。雷電竜の効果、雷獣の効果。雷獣竜は除外されると、デッキから、サンダードラゴンモンスターを1体特殊召喚できますよ。で、雷電竜の効果は、デッキから、サンダードラゴンカード。を、1枚手札に加えることができますよと。雷竜融合とかね。いろいろ、雷ゴールとかね。回収することができますよ。さあ、とりあえずここで、DNA 改造手術を発動。さあ、ドラゴン族にして、破壊剣士融合の効果。
さあこれによって相手のドラゴン族となったサンダードラゴンと、俺のバスターブレイダーで融合召喚、あなたと私で超融合、デュ破壊の剣士バスターブレイダー、最長理の方がいいだろうよし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 、回答あんのか、この盤面に回答あんのか、ユーエルさんよ、サンダードラゴンってもうこの盤面作っちゃったら多分回答ないと思うんですよね。まあ、出てくる、モンスター全部ドラゴン族になってるんで、まあ、全部効果発動できないと、でモンスター効果が主体のできたんですよ。で、モンスター効果使いたいんだったら DNA 改造手術を、コズミキサイクロンとか抜くとかしかないんですけど、なんと DNA 改造手術2枚あるっていうねコズミックサイクロン1枚では解決できないっていうね。さあこれでマスターブレイダーも特殊召喚していく、まあ、セットする必要性はあんまねえけどな、まあ、一応セットしよっか。でバトルフェーズほいゴー。さあカツドーン3500ドーン、あベイルか、オッケー、ベイルは全然オッケー。回答あんの、なんか粘ってっけど、あなたそんな粘ってっけど、回答あんの、まあ、闇の誘惑でしょうね、スキルは闇の誘惑、まあ多分デッキトップを闇の誘惑にして、で闇の誘惑でなんかその通道をしながらサンダードラゴンを除外してなんか展開してくるみたいなデッキだと思われます。ただしそんなことしても回答はないです。そんなことをしてもあのデッキに、僕たちを倒せるあのギミックはないです1ミリタイトもねなんかさ回してっけどこれ回答あんの、マジでないでしょ、さっさとサレンダーしたら闇の誘惑なんかめっちゃ粘ってくるんだけど、分かってるあなたこの、これさプラン立てられる人かな、ちゃんと遊戯王のその勝ち筋が見えないデュエルやんな方がいいぞ。で雷獣流効果、はい、で雷獣流効果で何を、これさなんかさワンチャン効果通るとか思ってんのかな、これマジでさ何もできないと思うよあなたこの盤面だって、バスターブレイダーってそういうデッキですから。ちなみに OCG の方の話しとくと、 OCG の方ではこれに、さらにあの装備法のドラゴンバスターブレイダーっているんですけど、あのエクストラから、相手特殊召喚ができないっていう、モンスターもいますやばいですよ、なんかね、トラップカードでシンクロしてバスタードラゴンっていうのを出して、で、ユアガの剣士バスターブレイダーも出して、でそのバスターブレイダーに、ドラゴンバスターブレードっていうのを装備して、相手はエクストラデッキから特殊召喚できないし、フィールド上のモンスターがドラゴン族に全部なるし、全部横になる効果発動できないっていう激ヤバ盤面です。はい、完全に何ですか、陰キャデッキなんですよ、性格悪いんですよ。さあゼンマイオなんて効果発動できるわけねえだろ。僕ね OCG の方でもねバスターブレイダーデッキ好きなんですよね。なんでかって性格悪いからです。耐性ありがとうございました。さあお相手の方闇遊戯選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。闇遊戯選手どういったデッキなんでしょうか。とりあえずディスティンどうですか。おっとクソ投げデッキだまあでもこれ今回ハンド揃ってるんでワンチャン分からされるじゃねえや、分からせれる可能性あるんですよ。ちょっとですねこれさすがに見てるのだるいんで一回飛ばします。長っどんだけ操作する、まあ、コズミックサイクロンないの甘いでは分からせるわ。バスターブレイダー持ってきて、でまあドラゴンにしたったらもう大丈夫でしょ。で、破壊剣士の万竜、を召喚、破壊剣士の万竜の効果、さあ融合さして、さあ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 さ、分からしていこうかね。あでもここでぶん殴るよりもなんかここでぶん殴るよりもちょっとなんか万竜残したいね。万竜残してなんか殴っていきたいんで、こうしてで、こうして、でもこれでいいんじゃないかな。で、相手がなんか気持ちよく回しに行ったタイミングで、変身しよう。で、アプライオいいよ。さあ、アプライオ効果、いいでしょう。さあ、めちゃくちゃさ、なんかぶん回してさ、ソリティアして勝ったと思ってる相手、バスブレで分からせるのめっちゃ楽しいんだけど。あ、いいや、まだ。コズミックサイクルの中でもそこっぽいのあるね。なんか、生還かなんかですかね。
生還かなんかなんじゃないかと俺思ってるんだけど、まあ、DeNA ちょっと打ち抜いてくるんだとちょっとめんどくさいが、それは本当に逆に分からされるっていうパターンだよ俺。逆に。さあ、ユーギさん、で、油よこうか。で、分身して、分離して、ペトちゃんと、イルカちゃんと、姉ちゃんね。イルカと姉ちゃん来た。で、DNA 改造手術、効果そう。ドラゴン族に指定する。あ、何もない。あ、それは甘えてるわ。それは甘えてる。あ、てか、あれか、速攻法っていうか、分離の効果あるから分かんねえのか。相手。まあ、ちょっと、ウィンダーめんどくせえけどな。ペトロジン別にいいや。ウィンダーめんどくせえから、こうして、はい。はい、全部横向いてくださーい。はい、分からせまーす。はい、分からせまーす。はい、分からせちゃいまーす。何に出てきても、全部守備表示になるし、効果が発動できません。ペトルフィンで戻せるもんなら戻してください。よろしくお願いしまーす。はい、はい、はい。ダイヤルフ、いいでしょう。横になりまーす。出た。弱っ、このデッキ。あんだけぶん回してその程度かよ。で、破壊剣士のバンリーの効果を発動。墓地からバスターブレイダーを、あ、そうです、グレンのシミュレーション。出た。クリボール、だる。クリボール持ってんのかよ、キモ。まあいいわ。クリボールを見せつけて防御度あるぜみたいな顔して出てくるけど、結局出てくるのはバスターブレイダー。さあ、バスターブレイダーが出てくる。さあ、これで貫通をさせていくスタイル。ソリティア、オツ。さあ、お相手の方、カモ来たー、カモ来た、バスターブレイダーいねえ、バスブレイダーいねえよ、キチ。カモ来たのに、カモがネギしょってきたのに、でもこれバレんの嫌だな、バスターブレイダーってバレんの嫌だな、これエンドか、デイリューに一回ちょっと吐かせよ、DNA 改造手術、使わせよ、デイリューに、ちょっと一回吐かして、もう一回2枚目の DNA 上から打とう、で、清掃も守って、はい、いいです。で、剣士効果、いいでしょう。さあ、カモがネギ背負ってきたけど、俺、バスタープレイダー引けてないっていう、マジ絶望的な展開。結構やばい。まあ、でも、ディスティニートローだと思ってるだろうから、多分これ、殴ってこないと思うけどね、ワンキューできなければ。さあ、オルタナティブからの、ブルーアイズ見せていく。で、オルタナが出てくる。で、霊竜か。ドラッグコンバーミリオンが一番辛いか。でも、まあ、一応、バスタープレイダー引けば、まあ、そんなにあれだけど。さあ、ベイルが引けてないとちょっときついが、さあ、とりあえず8-1で新規の召喚を行っていくスタイル。これどうするんだろうな、どっちだろう、ドラッグホーンかな、スピリットかな、まあスピリットか、まあスピリットだよね。で、スピリット、あ、そうだよね、守備だよね。まあディスティードローが怖いと。ってことは多分このターンにワンキルされることはないと。セット怖いね。セットが怖いんだよね、この時。まあでも清掃握ってるんで、まあなんとかなるかなっていったところ。で、バスターブリーダーが来た場合、で、レール、出てくるから、まあまあまあ、そのために DNF なんで、これはまあ、霊竜に、持ってかれて、霊竜じゃねえし。引いてるな、さては。手札に霊竜引いてるわ。オッケー。で、ドロー、あぶねえ、あぶねえけど、あの癖めっちゃ怖え。サンダーブリーフかな。でもこれわかんねえんだよな。これね、砂の系わかんないんですよね。スピリットいるから。これなんだろう、因果切断。まあでも、清掃あるんで、まあなんとか守れるかなって言ったところ。で、破壊剣士融合を、破壊剣士融合で、まあ一応あいつはぶん殴りに行っていいか。破壊剣士融合の効果を発動。破壊剣士融合の効果によってバスターブレイダーと DNA 改造手術、どういうこと。え、待って、これチェーンして DNA を打つとドラゴン、ドラゴンになって上書きされちゃうな。上書きされちゃうからダメだ。これは打ってはいけない。 DNA はDNA 改造手術はですね、使用なんですけども、後から発動した方が適用されるんですよ。なので、これ2つになっちゃうか。まあ、しょうがないね。これはもうしょうがない。しょうがないわ。じゃあ、ですね、破壊剣士融合を、まあでも、霊竜来るかな。まあでも、こうして、まあでも、ドラゴン出しとったらいいでしょ、多分。で、DNA 改造手術、ドラゴン族にする。まあでも、一応ケアしといた方がいいな、これな。で、セットかな。セット。ぶん殴りに行くのあるね。全然。
これこれバスブレでぶん殴る肉になるの。バスブレでぶん殴る肉か。これ X になるんだ。結構打点高いぞ今。バスブレでぶん殴る肉って次のターンに融合したればいいわ。でこうしてこれでレイリューは出せない。まだインシエのルールやばいけどまあじゃあ効果チェンすればいいか。あのやばくないかもう。あの言うてドラゴンいるから1匹でバトルフェーズ入っていく。これあれかな、またドラッグルオン入ってるっけですかね。さあ精霊竜が変身しても意味ないでぶん殴られてターン終了。さあどうとでもできますよ。どうとでもできちゃいますけども。さあ調和の宝札の効果いいでしょ。どんどんドロー、どうぞ。さああとは俺様のビギに酔いなってやつよ俺様のビギに酔いなっつってリズムに乗るぜっつって。青きめの剣士そのぐらい許してやろう。そんぐらい許してやる。ですね、ドラゴンになってるんで、一応、ドラッグオンバーミニオンが回答なんですけど、相手さん、ドラッグオンバーミニオンが出てきたら、あれですわ。融合したらばいいですわ。え？やばくない？ちょっと待って。あれやばくない？フィードの無敵のモンスターおよび墓地のモンスターが全てアンデッド族になる。これ結構やばいぞ。待って、これどうすればいいんだ、これはどうすればいいんだ。太古の白石アンデッド族になるの？アンデッド族になるの？マジで言ってる？嘘でしょ。何このなんか聖画をメタろうとしてバスブレに行ったらバスブレがメタられてるっていう、そんなことある？ブラストバルよ。いやそれきついな、無理か。待って、融合できない。あこれ後ろであってほしい逆に。あっ嘘だろ嘘だろ。カモはカモがネギ背負ってきたと思ったらカモは俺だったということか。カモはちょ何これ裏の裏の裏みたいな。聖眼メタローとしてバスブレに行ったらバスブレメタローの聖眼に当たるってさ、神ゲーだわ。